今日お伝えしたいのはですね、あの、熱の話なんですけど、<laughs> 何、誰と話してんのみたいな顔したけど <laughs>、熱の話なんですけど、お前に話すわ、じゃあ。熱の話なんですけどね、子供のさ、熱の温度って分かるじゃないですか。で、ね、それもね、かなり正確に、<laughs> いいから、お前に話してんの、パパの晩見てればいいの、かなり正確に分かるんですよね。あの 多分誤差的に誤差的に言うとん何いいから誤差的に言うとれいいからなん <laughs> で後ろ向くんやんうん、うえ誤差的に言うと0.2プラスマイナス0 2二度以内で絶対に分かると思うんですよで中にはもっと正確な人もいると思う、うん、プラスマイナス0 1一度で当てられる人もいると思います ば<パ> <laughs> あええ、わかったわかった。体温計持ってんだな、今な。てえ<で>。てえ、ちょっと、ちょっとやめろ。まだ、今せっかく動画撮っとるやないか。んえかんわ。やめーや。んダメーそれ、ペロセン。ペロセンって言ってんの。<laughs> あれ どうする爆発する音したわ。うんそれ爆弾仕込まれてんじゃないのバーンなっちゃうよ。バーンって。<laughs> なっちゃうよ。プラスマイナス0.1度とかで当てられる人ももしかしたらいるかもしれないですね。うん。で僕は多分プラスマイナス0.2度は99%で、的中率99%ぐらいで多分当てられるんですけど、今夜中の見なくていないんだ 見 <laughs> なくていいんだ急に急に動くなはい、トントンするかじゃトントンしたら動かないトン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 ,トンで今夜中のね11時ぐらいなんですけど、まあ、その僕の奥さんがこの子におっぱいをあげてる最中に寝落ちしててでそのおっぱいあげ部屋というか寝室からこいつが抜け出してきてですねで僕の部屋に来たんでちょっと回収して でも長女も寝てるし今僕とこの長男しか起きてない状態でで抱っこして、まあ、遊んだりとかしてたんですよ多分その昼寝しすぎかなっていう感じでちょっと起きちゃってるんでで抱っこしてたらさあれ温度高いなと思ったんですよ体温がなんか僕の子供の場合はそのほかの皆さんもそうなのかなあの長女も長男も「お前ペロペロしてっからピーピー言ってんでねえのかこれお前」 ペロはいかんぞで、その長男と長女は、あのー、手足に出るんですよね。多分、他の子供もお子さんもそうかなと思うんですけど、ダメ、いかない。さっきからピーピー慣れすぎやろ、絶対壊れるわ。ちょっとね、あのー、温度が高いなと思って、測ってみたんですよ。36.8だと。さ通常、平熱36.5とか6じゃないですか。36.8だと。 36.9はないし、37度も絶対行ってないけど、でも36.6ではないっていう感じで、36.8だなと思って、まあ寝る前の、寝る前にも体温上がりますから、寝る前のあれかなとも思ったんですけど、ちょっと不安になってね、コロナウイルスとかあるじゃん。だから <laughs>、測ってみたら、37点あ、違う違う、36.7だったんだよね。 なんでさっき36.7だったやん。なんで上がっとるんや。37度あんだけどマジでほんといい加減にして。なんで5分前5分じゃない、10分前まで36.8だったやん。で今ちょっとそのまあ、いよいよ37度になったってことは、もしかしたらこれ風の可能性もあるわけですよ。 風邪の可能性もあって、寝る前の体温上昇としては高すぎるんで、えー、っと、なる早でもう早く寝かして落ち着かせないとダメだから、疲れさせたっちゃったらね、えー、っと、マジで風邪ウイルスにやられちゃうんで、すぐあのー、今、ぐたーってなって疲れてた、疲れて、その、うたた寝してたですね、あのー、ミセス、ミセスミセスおっぱいを起こしてですね。 おっ,ぱいだおっぱい出してくれと「安心おっぱい」って言ってるんですけど僕らもうほとんど出ないんですけどその堂々はもう出ないんだけどねでもまあ,あまだ1歳になったばっかりぐらいなんでまだちょっとおっぱい吸いたいわけですよ精神的にねだから安心おっぱいよろしくっつって今あげてきて多分大丈夫かなあって気はするんだけどねうん 多分それで下がって終わるかなっていう感じはするけど、明日起きた時に熱、明日起きた時じゃねえな、もう夜中だわ。夜中にギャーンって泣く時にわかるんで、うん、それで下がってなかったら風です。3時間後に下がってなかったら風ですね。<laughs> で、まあそれで今動画を撮り直してるわけですけど、そういう小さな、あの、子供の熱の違いとか、これさ、あの子供いない人とかだったら、 いや、嘘だべと、その0.1度から0.2度ぐらいの誤差で、36.5度から40度までの中で、僕の場合は40度まで。人間って40度を超えてくるとそろそろやばくなってくるから。で、僕の子供もね、39.9ぐらいはあった気がする。もう忘れちゃったけど、ちょ、序の時かな。40度オーバーはなかったかな、まだ。うん。小さい子供で40度オーバーって相当やばいからね。下手したら後遺症残るっていうぐらいだと思うから。 その前に普通にパーンって座薬入れて体温下げてあげないとやばいけどだからそのその中で,コンマ1で0 1一度から0 2二度ぐらいの範囲の誤差で当てられるって嘘だべと思いませんで多分これもちろんね他の家の赤ちゃん抱いてって分かんないこと自分の子供だから分かることつまり自分の子供と長く接してきてるからちゃんと向かい合ってるからまあその触れ合いっていうかスキンシップとかもあるから分かること ある意味職人技といえば職人技みたいなもので、うん。で、こういうのって結構仕事とか、まあ人生とかにおいても大事。細かいところに細部に、神は細部に宿るって言葉ありますけど、細かいところに気づけると自分自身が楽になるんですよ。例えばそのコミュニケーションだってそう、例えば顔見て、あ、こいつこういうやつって分かったら、話す前にその距離を置いて話せばいいじゃないですか。 例えば、こいつ裏切るやつっていうのは、僕の中であるんですね。顔の形がこうとか、僕の中ではあるんですよ。今までの経験上。こういうタイプは、あのー、最終最後裏切ってくるやつっていうのがあって、で、ああ、これ裏切るタイプだ。耳の形がこうとかさ、いろいろあって、あ、これちょっとあんまりっていうのは、もう、その、まさに細部だよね。人生経験の中で、 僕自身もその裏切られたりとかもめんどくせえから喧嘩したりとかも嫌だからだからなるべくそのトラブルの元になるような人間からは距離を置きたいしそもそも最初から接触したくないわけだからそれを注意深く分析したり考えたりあ,あこういうやつこういう顔のやつはこう言うんだこういうやつのこういう顔のやつはこう言うこういう目のやつはこういうこと言うんだこういう目のやつはこういうこと言うんだなまあいいことも悪いこともいろいろねで分析していく中で 見りゃわかるよ、もう <laughs>。人の顔見りゃ絶対わかる。で、それってまさにまた職人技でさ、結果は僕の人生楽になってんですよ。だからトラブルとかがないの。関わらないからね。そのトラブルになる人と。顔見りゃわかるし、顔でわかんなくても、歩き方、服装、わかるでしょそう,そういう感じだとわかるですよ。 例えばこうやってこうやってこうやってさ歩いてきてるやつなんて絶対不良なわけじゃん。絶対関わっちゃダメじゃん。でもそれは明らかにわかるようなもので、体温で言うと完全にポッカポカ。ああやばい。これはもうあっちあっちだと。どうしようどうしようどうしよう救急車かなって思うぐらいの温度だってことだよねこ。こういう,こう,いうさポッケン手入れてさ肩で風を切って不良が前から歩いてきたらさ、それもわかんじゃん。それは当たり前なんだけど、もっと小さなところで 気づけるようになると、まあ、さらに人生が楽になる。全然トラブらない。だから今回言いたかったのは、本当にその自分の人生とか仕事とか、まあ、成功させたいというか、まあ、うまくいかせたいんだったら、意外に細かいところも本当に大事なんで、で、これをやるには何が必要だったかっていうと、やっぱり、もう、結局努力なんだよ、やっぱ。うん、例えばさ、例えばその、 <laughs> ホリエモンのこと悪く言うわけじゃないけどホリエモンはそのビジネスマンとしてはすごいんだと思うから、えー、ビジネスマンとしては尊敬してるけど <laughs> ホリエモンにこの話したら「いやそんなの体温計ですぐ測ればいいじゃん」とか「もっと今だったら簡単に測れるようなやつあるからそれで測ればいいじゃん」とか、まあ、確かにそういう話になるんだろうけど我々さあそういうその天才ではないわけで一般人なわけじゃん一般人にとってはやっぱりこういう努力が必要なんだよね。 重要なの。その努力の先に自分の自分自身の楽っていう楽ちんな人生っていうのが待ってるの。だから今苦しまなければならない。あなたが今20歳であっても30歳であってももしかしたら40歳50歳であってもまだとある部分に関しては苦しみが必要かもしれない。うん、でもそれはその後の人生を幸せに行くための苦しみなんだと思って面倒くさいこと一生懸命やらないといけない。で意外に本当に人間のキャパシティとこれはよく言うけど人間のキャパシティっていうのは広がるから どどんどん広がっていくから本当にまあ疲れるは疲れるんですけど結構皆さん意外にできますんでえっといや無理めんどくせえとか思わず限界まで病気になるまで追い込んでください自分の体がね僕もなんかどうせ病気になるんだろうし病気になるまでやるしだからそう突然なんか大病を患っても悔いのないような人生を毎日送るんだっていう気持ちで男衆はちゃんと仕事をしていきましょうはいっていう感じですね まあこんな感じでまあ子供とは楽しくやっておりますよっていうのも含めてえご紹介させていただきました。今回は以上です。S.C. コンサルティングのスクリーでした。ではまた。